先日お誕生日を迎えた宮武愛理さん、髪を切って見た目はさらに若々しくなりましたが、この1年どんな大人の階段を登るのでしょうか。それでは聴いてください。1曲目、赤いスイートピー。春色の汽車に乗って、あなたが手も握る。